はい、じゃあ行きましょう。ここは新宿の真ん中ですね。新宿駅。新宿駅。のお家に行く前に買い物しまダイエじゃないよ。あ、ダイエだ。本当だ。ちょっと買い物買い物。皆さん、今日は3人と一緒にステーブンの新しいお家に来てますよ。3人。ステーブン、どこに行ったの？今でっかい。今トイレで、せーの、でっかいところしてます。あ、今あの自慢したいのはね、こだわって買った洗濯機です、ね。おお。うわ。はい、ソーリー。すごい。こんばんは。明日の天気は曇り。乾きは遅いけど、じっくり干すと乾くでしょう。お洗濯のヒント。小物類はネットに入れるとムラなく洗えますよ。うるせえ。ん？いくらだったの？25万。やった。じゃあ私も住んでください。物増えたね、この前来た時より。ペナソニック中見てください。はい、はぁ、これだけ料理しないのでこんな感じになっちゃいました。じゃあ私今日料理します。はい、もう材料ここに買ってきてます。 Hello everyone, my name is Mama. Welcome to the world of Mama. Today And my name is Jaya. And my name is Dewey. And my name is Steven. My name is Mama. What are you doing today, Mama? 今日はママが料理します。Hello everyone, so right now Mama is cooking 何作ったらの Mommy? 今日はなんとグリーンカレーを作ります。なんなんなんとなんとグリーンカレーでもママ何も作んないの知ってるからね。なんでなんだけどよなんだよ。なんはレディメイドだから。あ、違うか。あ、そんなことないじゃん。あ、そうなの。え、ハンドメイドじゃん、ハンドメイド。見せて、見せて、そうだよ。すごい、これ、It's like a non-mix だよ。あ、そうだ、ほんとだ。この前さ、ステーブンとさ、無印行った時買ったの。うんこ終わったスタンレーはどこに行ったの？そこにあるよ。あ、そこにある。あるよ、あるよってなんだよ。マイプロイ。アイソン。あ、ステーブンさん。あ、ステーブンさん。はい。あなたもしかしてピザの、あなたもしかしてピザ職人だよね。そうだよ。もしかしてナン作るのもうまいよね。任せろ。やったーやってーまずステップ1、お尻触る。ちょっと。あー、イメージだ。じゃあ手を取り肉。鶏肉 in English is chicken. Bird meat. Bird meat. I sorry. なんかまた違うこと。Chicken meat. 鶏肉。Say it with us. 鶏肉。今日はステーブンがナンを作ります。なんちゃって。なんで？なんなの。I sorry. 全然面白くないよね。ごめん。ちょっともう真面目にやるよ。はい、何どうするの？これ全部入れればいい？全部作って。1袋は4枚分。じゃちょうどいいじゃん。ちょうど。4枚分。何これ？ただこれだけじゃん。そう。で水とオリーブオイル。絶対普通のフラワーでよかったよ。違うよ、もう中の入ってるけど。ちょっと。まあ何の匂いするの？Wow, they're making naan. 5分間よくこねます。5 minutes. 何なのこれ？何なの？もう腹減った、もうコンビニ入らない。ちょっと。ドンボスコ。あ、そこに置いた方がよかったね。サムネはどうすんの？サムネは写真ね。エッセンシャルじゃないよ。もういつもやってるんだから。ここで、あ、後ででいいか。見る？え？はい、タイヤ。どこいる？なんでそこに？5 minutes。なんでそんな変な色なの？なんで？この電気。そう、ちゃんと拭いたカメラ。拭いてないな。だってなんか曇ってるもん。違うもん。これぐ
あ、綺麗になったよ、拭いたら。なんか少なくない？文句ばっかり。え、このままもうこの状態で寝かしちゃダメ？これ5年5年か5年。じゃあ5年大人ね。最初は手にくっつく、最初に最初は手にくっつくけども、寝てるとまとまってきますって書いてある。ここで寝る？ここで寝るの？お休み、あさって寝る？よーわこれお尻触ったやつみんなダメ。やだ、やったでしょ。サムネいつもママ忘れるからね。ごめん。はい、もういいや、これで。もう飽きた。飽きない。じゃあグリーンカレーを作っていきまーす。イエーイ。もう材料は切りました、こちらに。ナスと、ナスビ、しめじと、しめじビ、タケノコと、タケノコビ、タケノビ、はい、です。鍋にオリーブオイル。あー、ダメだな。なんでインディアンクイズインなんでオリーブオイルなの？ていうかさ、それ僕の鍋じゃない？それどっちこれ使うんだっけ？もう、はい、なんでわからない。てかさ、動画で見えてないと思うんだけど。あ、そっか。はい、こちら本日グリーンのカレーペーストになってますね。これを、あ、見て、これしか入ってないね。ぼったくりだな。これさ、水入れるの、これが全部これです。ココナッツやる。何も入れていいの？それ。そう、はい、分かった。食べるんだって、これを。そう、飲みたい、これ。美味しそう。はい、やるよ。まあ、タイカレーだしね。なんで何やるかわかんないけどね。あ、確かに。あ、何、はい、終わりで。なんで自分だけエプロンでみんなの持ってきてないの？わぁ、これで全部なの？これで4人食べるの？何人分これ？マジか。わー、チキン僕全部ね、みんな野菜食べて。はい、もう入れるよ。もう早く食べたいから。もう私もよく食べたい。じゃあこっちやってくれる？こっち、はい、こっち10分経った経った。うん、嘘だね。ここらしミルク入れます。おっ、ステータがナンを作ってますね。うわー、絶対4人分もないよ。コーケネック、それ1人前じゃない？4人分って書いてあった。これ4人分、うん、書いてあった。袋見てね、書いてあった。本当に？そんと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 。これ焼いたら大きくなるんじゃないの？膨らむんじゃないの？ I hope so。 あ、4枚分です。4枚分。4枚分。ちょっともう、なんちっちゃいからさ、これママのね。うわ、いい匂い。ワオ、あんだんを、あ、今さん、サンサイド。はい、ソリ。なに？That's a Laurel。 Laurel。 One, two, three. Laurel。 Laurel。 Laurel 入れたらなんか違うな。なんそんなこと。誰がそれ入れたって言った？その後これとこれ入れる。あ、キャベツに入れんの？本当に？あー、まさか醤油じゃないでしょうね。あ、ナンプラーだ、やだ、臭いよ。うー、くさっ、キャベツに、ま、最後にナンプラーと砂糖。ナンプラーと砂糖。じゃあちょっと捨て方に入れさせて。あー、なに、パティス好きでしょ。あー、臭い。あ、オフシュ、はい、ソリ。はい、もうじゃあフライパンしよう。はい、フライパンしよう、フライパン。ちょっと昼寝します、僕。おやすみ、はい、ソリ。あっ、何今の？
今エコーなんだ。ああ、うるさいなみんな。生地の表面がボコボコと膨れてくるまで 1,2 分焼きます。お好みで出来上がった何にバターを塗っても美味しく召し上がります。いやーはい、あ、ちょっと箸ある、箸ある、箸ある。もうレストランはね、もうスピードが勝負なんだから、もうでもゆっくりやってたらもうダメだから。カメラ来た来た、いいよ。あ、来たか。もうふざける必要ないカメラ来たら。普段真面目なんだから俺。カメラついてる疲れるよ。回ってるまだ。あ、ペペペステーブンだよ。いただきます。お店のなんだよ。あ、美味しいじゃん。うん、カレーも美味しい。タイカリー with インディアンナン。なんでナンとは合わないね。でも、え、グリーンカレーうまっ、うん、やっぱり砂糖入れた方がいいね。砂糖入れたの、これ絶対一人でも作る、うん、めっちゃうまい。上手ママ。やっぱブロードママってたまにママなんだ。たまにってよ、たまにって。Thank you, mommy. Mm-hmm. っていうかさ、ヘロウェイベーコンやった？やってないな。ああ、これやめる。めっちゃうまいな。絶対自分でも作る。タケノコ結構ポイントだよ。じゃじゃーん、サプライズゲスト。わー。わー、餃子。Intracontinental Inter-Asian Meal。わー。焼き方上手だね。なんで悪いこと言うの。これ全然これと合わない。インディアンの人なん食べないの。カレーがタイだと。インディアンカレーってあるじゃん。タイカレー。タイカレー。 I don't know if this is correct。 でも僕のイメージはタイカレーはいっぱい野菜が入ってる。でもインドのカレーはさ、なんかそのカレーのソースがメインなんだよ。パンと一緒に食べる、ね、と肉。あ、コメントください。でもめっちゃうまいけど、合わないね、うん、なんか、うん、おいしい。でもマスマスラッピもあのライスアップナリーチャー。 I would rate this meal honestly a 10 out of 10. Just kidding, maybe 9 out of 10 because it's Indian naan with Thai curry。 うん、カレーはもう100万点。でもあのやっぱりナンとのマッチングは2点。でもナンは9点ぐらい。皆さん今日も見てくれてどうもありがとう。これからも楽しい動画作っていくので応援お願いします。コメントください。 If you want to follow us on Instagram, he is Steven Fukase World of Mama _ World of Extra SCW.XV Thanks so much for watching. We'll see you guys again on the next video. Next week. Bye, bye.